みなさん、こんにちは。フレンス語になりたい方いますかホーイキーヨーはい。今日はフレンスの愛の単語を教えます。私はフレンス人です。フレンス人といえばロマンティックじゃないですか私は超ロマンティックです。本当に。 例えば、相手に、よく je t'aime を言います。愛してる。je t'aime. j それだけではなく、私の彼女っていうことは、プチタミ、マ、プチタミ。彼氏だったら、モン、プチタミ。モン、プチタミ。

そう、その3つのステップに合わせて全然ロマンティックになります。例えば 1: Tu es belle. Je t'aime.Hai, 今日はここまでです。いいね押してください。登録してください。超優しいコメント書いてください。書いた登録した してよ。また！